満員のファンが詰めかけた17日のヤクルト戦、先発したのはこの日ジュニアが生まれた福原。しかし0対0で迎えた5回に岩村に痛い一発を浴び先制点を許してしまう。打線も連勝疲れか、ヤクルト先発ゴンザレスの前に元気がなくタイムリーも出ず、7回まで無得点。チームの連勝は6で止まった。2点を先制されたタイガースは2回、赤星がイチローの持つプロ野球記録に並ぶ151本目の単打で反撃の口火を切る。続く3回には今岡、翼、いい当たり、三塁間へ上がった、レフト後方だ、レフト、レフト、諦めた、スタンドに入った、ホームラン、岡第27号同点ホームラン。さらに矢野、これもいい当たりだ、大きい、レフトに上がった、そのまま打球はレフトスタンドに吸い込まれた、矢野勝ち越し、第17号ツーランホームラン。4回には金本、打ちました、センター上がった、スタンド後方だ、レフトに上がった、入った入った入った、またしても矢野、打ちました、引っ張った、レフトに上がった、レフトボールが上がっている、ボールの右か左かどうか、入った、ホームラン、ホームラン、2打席連続第18号、タイガース中盤で2桁得点。一日でも早く、岡田監督を胴上げできることを、想像しながら明日からも頑張りたいです。今シーズン最後の ピンチを招く。しかし4番ウッズをセカンドゴロ併殺打に打ち取り、中日に得点を許さない。こうなれば JFK の必勝リレー、まずはウィリアムズ、そして藤川、最後は久保田がきっちり抑え完封リレー。マジックナンバーは一気に2つ減って6となった。2度目のお立ち台、もう慣れましたでしょうか。ドキドキしてます。彼はテレなんで、恥ずかしいと思いますけれど、皆さんしっかり聞いてあげてください。どんなことを意識しながらマウンドに投げてました？勝てたらいいなと思う。 JFK のピッチングはベンチでどんな気持ちでご覧になってました？勝てたらいいなと思ってます。ホームランは頭の中に意識あったんですか？勝てたらいいなと思います。
タイガースファンの心はもう優勝へ。9月23日倉敷での広島戦、1回ノーアウト1塁3塁からこの日3番に入った片岡が犠牲フライを放ち、幸先よく1点を先制。さらに2点を加え、3回には藤本、高々上がった右中間のフライ、センターライトともに追いかける、その真ん中落ちた、ヒット、走者一掃、3点タイムリーツーベース、藤本、これで6対0になりました。このあと広島の反撃を受け、6対5と1点差に詰め寄られた8回、マウンドには4人目藤川。しかし森笠に痛恨のタイムリーを浴び同点とされる。しかし9回、ツーアウト1塁2塁のチャンスをつかみ檜山が打席に。広島笹岡の2球目、打ちました、大きな当たり、左中間、センター、レフト、ともに追う、浅めの守備位置、破った、明治大学のヤトランナー、飛び出りか、引き込む、1ランナー、シュータ、今ホームイン、やった、木山、6対6追いつかれた場面で木山やりました、勝ち越し2点、タイムリーツーベース。リードを奪えば最後はこの人、守護神久保田がきっちり抑え、ゲームセット。これでチームの勝ち星は史上3度目の80勝に到達、マジックナンバーは5となった。V 奪回まであと一息、1点を追いかけるタイガースは5回に矢野、打ったレフトにやった、いい当たりだ、レフト大台、レフト大台、これで入った、入った、ホームラン、同点ホームラン、矢野第19号。さらに藤本が続く、引っ張った、ライトへ、このボールくらいだ、ライト後方、ライト諦めたか、諦めた、諦めた、勝ち越しホームラン、藤本、今シーズン第1号、2対1。こうなれば流れはタイガース、内村さん、ショートの上、破った、三塁間、檜山、昨日に続いてタイムリー、追加点、3対1、檜山、タイムリー、ツーベース。投げては広島戦初先発のルーキーの海が低めに変化球を集める投球で8つの三振を奪う。結局7回と3分の2を3失点の好投でリリーフ陣につなぐ。最後は連日のリリーフ久保田が広島の反撃を抑え25セーブ目をマーク。貯金を今シーズン最多の29に増やし、また一歩優勝へと近づいた。V ロードを突き進むタイガースは2点を追う7回、檜山、変化球引っ張った、一塁線、通路上から走った、何でも3塁回った、同点。続く金本、併殺崩れの間に勝ち越し塁成功。ところが8回、藤川がピンチを招く。そしてあと逆、弾いた、弾いた、三塁ランナーホームイン、ボールと、そして藤川が投球、バックホームアン投球で逆転を許しました。しかしこれで諦めないのが今のタイガース、9回、ツーアウト一塁三塁から打点を岩岡、打った、あれだ、いつも、抑えている球児が、ね、今日はたまたま点が取られた、点を取られたということで、ね、まあ、なんとか、逆転したいなと、はい、そういう気持ちで打ちました。ついにマジックナンバー3、甲子園での胴上げを目指すタイガース、怪我で休養のシーズンを復帰し、先頭準備は万端。猛虎打線は1回にいきなり火を吹く。まずは赤星が巨人高橋久典の初球を叩きスリーベースで出塁。続く鳥谷はセンター前に執念のタイムリーヒット。さらに復帰したシーズ金本も後に続き、5番今岡、今岡2点タイムリー、さらに2点追加、3対0。
この後ピッチャーの井川にもタイムリーが飛び出す。そして鳥は赤星、一塁間破った、三塁ランナースペンサーホームイン。赤星にもタイムリーが出ました。6対0、タイガース打線止まりません。大量リードをもらいながらも先発井川の調子は今一つ。ボールに本来のキレが見られず、5回4失点で早々と降板。そんな嫌なムードを吹き飛ばしたのは今岡。2点差に迫られた4回に今シーズン144打点目となる貴重な追加点。こうなれば最強 JFK で逃げ切り。まずは7回途中からウィリアムス。そして8回からは藤川。日本記録に並ぶ78試合目の登板を打者3人から2三振を奪う完璧な投球できっちり役目を果たす。そして最後はもちろん久保田。1点を失ったものの後続を断ち、球団タイ記録となる27セーブ目をマーク。中日も負け、念願の V 奪回へ、ついにマジックナンバー1となった。涙の準備はできてますんで、皆さんよろしいでしょうか。明日この甲子園で勝って決めたいと思います。王手。今日勝てば決められますから、まあ、本当に自分たちで勝って気持ちよく胴上げできたらいいなと思います。でもまあ勝って決めたいっていうだけで、今日は1回目の胴上げねしたいと思います。甲子園での優勝を目指し運命の一戦が始まる。1回赤星が相手エラーに乗じて出塁すると、金本が速攻カブしました。一塁間破ったライトヒット、優勝がかかったゲーム、まず4番金本ライト前タイムリーヒット、赤星を迎え入れました。2回には関本打ちました。2塁当たり三塁間ショート、4塁1塁内レフ前ヒット、関本三塁間破りました。2対0。阪神先発は下柳。今シーズン節目の試合でチームに白星をもたらしてきた下柳は、この日もキレのあるスライダーで個人打線に決定打を許さない。そして7回、大歓声に包まれて藤川が登場。大歓声の中3球目投げた、空振り三振。日本新記録シーズン79試合登板の藤川であります。その裏、ツーアウト満塁のチャンスをつかみ、途中出場の檜山。打ちました、一塁間破った、ライト檜山打ちました。ベース上でガッツポーズだ檜山。さらに続く矢野、レフ前ヒット、三塁ランナーホームイン、さらに1点追加、5対0。矢野も続きました。着々と優勝に向かってタイガース前進。8回のマウンドにはウィリアムス。ダブル三振、下柳に続いて藤川、そしてウィリアムス、抜群なピッチングを展開しております。そして待ちに待ったこの瞬間が。ピッチャーの久保田、2005年のクローザー、第4球投げた、打ちました、レフトへ、ウィニングボールは金本が構え取った。5回目のセ・リーグ制覇で飾りました。スタンドからは岡田カオル、岡田監督がゆっくりとその選手の真ん中に入りました。両手を挙げました。さあ優勝の胴上げであります。何回あるか、1回、2回、3回、マウンド付近4回にも上がった、5回も上がった。今日はこの最高の舞台で、まして、宿敵の、ジャイアンツの前で胴上げできたことを最高に思います。ありがとうございました。今年本当に強いチームを作るということで、スタートしたんですけど、本当にもう最高の選手に恵まれて、本当最高の1年になりました。2月のキャンプから、昨年の出力を胸に、なんとか
優勝という言葉をみんなの上に秘めてやってきた結果が今日本当にこういう形で報われることができました。あと一つやり残したことがあります。2年前本当に涙した。もう一つの目標に向かってもう少し頑張ります。あと少しですが、どうかご声援よろしくお願いします。本当ありがとうございました。おめでとうございました。2005年のペナントレースを制し念願の V 奪回を果たしたタイガース。次は2年前あと一歩のところで涙を飲んだ日本一を目指して戦う。V 奪還、セリーグ制覇、準備はいいですか？せーの！頑張ってきてね、だからこういうことできるんですからね、本当嬉しいですよ。もう実感湧いてきましたか？実感は。いやいや、まだもうちょっと楽しみたいですね。それにしても強かったですね、今年のタイガース。いや本当にね、来たけど言いましたけど、本当にもうここのいる時ね、本当筋目で本当に、はい、いい野球できたと思います。頼もしい選手たちですね、監督。頼もしい選手たちですね。いや本当に最高ですよ、はい、いかがですか、記録達成で。皆さんが応援してくれたんでやっぱりできたんですけど、まあでも、家族に感謝、嫁さんに感謝。嫁さんいますか？愛してるよ。ごちそうさまです。それ頑張ってください。これはいつから考えてらしたんでしょうか？2、3週間前ですね。2、3週間前、もうだいぶ前ですね。ちゃんとレーザーラモンさんに連絡して、はい、入った。特許もらいましたか？すごく喜んでくれてるみたいです。はい、そうですか、はい、でも明石選手もこのまま次は日本一お願いします。頑張ります。はい、記録ずくめですよね。普通、普通、これぐらいは軽いものと。いやいや、それだけ一生懸命で普通。はい、いかがですか、今までのところ振り返って。疲れた、痩せまして。あ、そうです。まだ終わってませんよ、でも先があります。はい、まあね、いや、これは日本シリーズもありますが。金本さんからご覧になって、金本さんすいません、2年前とまた違いますか？一緒、嬉しいことには変わりない。ご自身で今まで振り返って一言お願いします。今シーズン、今まで勝ててよかったなって思います。日本シリーズの抱負は？勝てたらいいなと思います。もう定番ですか？ありがとうございます。投げては広島戦初先発のルーキーの尾身が低めに変化球を集める投球で8つの三振を奪う。結局7回と3分の2を3失点の好投でリリーフ陣につなぐ。最後は連日のリリーフ久保田が広島の反撃を抑え25セーブ目をマーク。貯金を今シーズン最多の29に増やし、また一歩優勝へと近づいた。Vロードを突き進むタイガースは2点を追う7回、檜山。変化球引っ張った、一塁進む、クワトル走った、何も三塁回った、同点。続く金本、併殺崩れの間に勝ち越し塁成功。ところが8回、藤川がピンチを招く。そしてあっと、キャッチャー弾いた、三塁ランナーホームイン、おっと、そして藤川が送球、バックホームラン送球で逆転を許しました。しかしこれで諦めないのが今のタイガース。9回、ツーアウト一塁三塁から打点を今岡、打たれた、飛び込みました。今岡9回2アウトから逆転スリーラン。
ている球児がね、今日はたまたま点が取られた、点を取られたということで、まあ、なんとか、逆転したいなと、はい、そういう気持ちで打ちました。ついにマジックナンバー3、甲子園での胴上げを目指すタイガース。怪我で休養のシーツも復帰し、戦闘準備は万端。猛虎打線は1回にいきなり火を吹く。まずは赤星が巨人高橋久典の初球を叩きスリーベースで出塁。続く鳥谷はセンター前に執念のタイムリーヒット。さらに復帰したシーツ金本も後に続き、5番今岡、今岡2点タイムリー、さらに2点追加、3対0。この後ピッチャーの井川にもタイムリーが飛び出す。そして鳥は赤星、一二塁間破った、三塁ランナーフェンサーホームイン。赤星にもタイムリーが出ました、6対0。タイガース打線止まりません。大量リードをもらいながらも先発井川の選手の真ん中に入りました、両手を上げました。さあさあ優勝の胴上げであります。何回上がるか、1回、2回、3回、マウンド付近4回にも上がった、5回も上がった。今日はこの最高の舞台で、まして、宿敵の、ジャイアンツの前で胴上げできたこと最高に思います。ありがとうございます。今年本当に強いチームを作るということで、スタートしたんですけど、本当にもう最高の選手に恵まれて本当最高の一年になりました。2月のキャンプから、昨年の出力を胸に、なんとか優勝という言葉をみんなの胸に秘めて、やってきた結果が今日本当にこういう形で、報われることができました。あと一つやり残したことがあります。2年前本当に涙した、もう一つの目標に向かってもう少し頑張ります。あと少しですが、どうかご声援よろしくお願いします。本当ありがとうございました。おめでとうございました。2005年のペナントレースを制し念願の V 奪回を果たしたタイガース。次は2年前あと一歩のところで涙を飲んだ日本一を目指して戦う。V 奪還、セリーグ制覇、準備はいいですか。せーの、頑張ってきてね、だからこういうことできるんですからね、本当嬉しいですよ、ね。もう実感湧いてきましたか、実感は。いやいや、まだもうちょっと楽しみたいですね、あのね。それにしても強かったですね、今年のタイガース。いや本当にね、来たけど言いましたけど、本当にもうここのいう時ね、本当筋目で本当に、はい、いい野球できたと思います。頼もしい選手たちですね、監督。頼もしい選手たちですね。いや本当も最高ですよ、はい。いかがですか、記録達成で。皆さんが応援してくれたんでやっぱりできたんですけど、はい、まあでも、家族に感謝、嫁さんに感謝。嫁さんいますか、愛してるよ。ごちそうさまです。これ頑張ってください。これはいつから考えてらしたんでしょうか。2,3 週間前ですね。2,3 週間前、はい、もうだいぶ前ですね。ちゃんとレーザーラモンさんに連絡して、はい、入った、東京もらいましたか。すごく喜んでくれてるみたいです。はい、そうですか、はい、でも明かして、はい、4回には金本、打ちましょう、センター上がったー、センター後方だ、センターが乗った、入ったまたしても矢野、打ちました、引っ張った、レフト上がった、レフトボールが上がっている、ボールの右か左かどうか、入った、ホームラン、ホームラン、矢野2打席連続第18号、タイガース中盤で2桁得点。一日でも早く、岡田監督を胴上げできることを想像しながら明日からも頑張りたいです。今シーズン最後の
チを招く。しかし4番ウッズをセカンドゴロ併殺打に打ち取り、中日に得点を許さない。こうなれば JFK の必勝リレー、まずはウィリアムス、そして藤川、最後とされる。しかし9回ツーアウト一塁二塁のチャンスをつかみ、檜山が打席に。広島笹岡の2球目、打ちました、大きな当たり、左中間、センター、レフトともに追う、浅めの守備位置に破った、フェンスダイレクト、ヤトランナー飛び出り、勝ち気を追い、1ランナーシュート、今ホームイン、やった檜山、6対6追いつかれた場面で檜山やりました、勝ち越し2点タイムリーツーベース。リードを奪えば最後はこの人、守護神久保田がきっちり抑え、ゲームセット。これでチームの勝ち星は史上3度目の80勝に到達、マジックナンバーは5となった。V 奪回まであと一息、1点を追いかけるタイガースは5回に矢野、打ったレフトにやった、いい当たりだ、レフト大台、レフト大台、これで入った入った、ホームラン、同点ホームラン、矢野第19号。さらに藤本が続く、引っ張った、ライトへ、このボール決めた、ライト後方、ライト諦めたか、諦めた、諦めた、勝ち越しホームラン、藤本、今シーズン第1号、2対1。こうなれば流れはタイガース。内村さん、ショートの上、破った、左中間、檜山、昨日に続いてタイムリー、追加点、3対1、檜山、タイムリー、ツーベース。投げては広島戦初先発のルーキーの海が低めに変化球を集める投球で8つの三振を奪う。結局7回と3分の2を3失点の好投でリリーフ陣につなぐ。最後は連日のリリーフ久保田が広島の反撃を抑え25セーブ目をマーク。貯金を今シーズン最多の29に増やし、また一歩優勝へと近づいた。V ロードを突き進むタイガースは2点を追う7回、檜山、変化球引っ張った、一塁進出力上がり、走った、何しろ三塁回った、同点。続く金本、併殺崩れの間に勝ち越し塁成功。ところが8回、藤川がピンチを招く。そしてあとキャッチャー、弾いた弾いた、三塁ランナーホームイン、おっと、そして藤川が投球、バックホームは投球で逆転を許しました。しかしこれで諦めないのが今のタイガース。9回、ツーアウト一塁三塁から打点王岩岡。